地図シュエダゴンパゴダである。釈迦及び、釈迦以前にこの世に現れた三人の菩薩の遺体の一部が収められていると信じられていることから重要な聖地とされる。伝説によれば、シュエダゴンパゴダは約2500年前に建てられたとされている。考古学の研究によれば6から10世紀の間に建立されたと考えられている。 地震によって幾度も破壊されており、現在の仏塔の原型は15世紀頃成立したと考えられている。1608年、ポルトガルの探検家、フィリプデ・ブリトエニコテは、シュエダゴンを略奪し、1485年に新、総部を引き継いだダマゼリ王によって寄贈された30トンの金を取り上げた。ブリトの糸は大砲を作るために金を溶かすというもので、 あったが、金を運んでバゴ川を渡る際に、金を川に落としてしまい、二度と回収できなかった。二世紀後、第一次英明戦争中の1824年5月11日に、英国が上陸し、シュエダゴンを、町全体を俯瞰して、指令を行う要塞である、考え、すぐさまダッシュ、占領した。そして、二年後に退去するまでストゥーパを、要塞のようなものとして残した。 シュエラゴンパーゴダの境内は、東西南北の門から入り、階段を上がった上部にある。境内は高さ約100メートルの黄金のストゥーパを、中心に60余りの仏塔や病が林立する空間になっており、供物や土産物を売る店も数多い。なお、ミャンマーでは、寺院の境内には、裸足で入るものとされており、このパゴダも、例外ではない。ありがとうございます。